今回は投資信託商品の特徴の論点についてお話ししたいと思います。まずは公社債投資信託の種類についてです。公社債投資信託には MMF や MRF、 それから中期国債ファンドなどがありますが、とりあえずは MRF を押さえておいてください。 MRF はマネーリザーブファンドの略で、リザーブというのは蓄えておくという意味ですから、 MRF はお金を蓄えておくための投資信託という意味です。これは証券会社の預金口座のようなもので、証券会社には銀行のように直接お金を預けることができませんので、預金をする代わりに MRF を買い付けます。ですから MRF は極めて安全性の高い債券を中心に運用されていて、これまで一度も元本割れをしたことがありません。預金感覚の投資信託ですから、1円以上1円単位で買うことができて、購入時の手数料や解約時のペナルティである信託財産留保額はありません。そして決算と収益分配は毎日行われますが、分配金は月末にまとめて再投資されます。また、換金についてですが、普通の投資信託は解約した日から起算して4営業日後に代金が支払われますが、MRF は500万円を上限として当日引き出すことが可能です。これをキャッシングと言います。続いては株式投資信託の種類についてです。株式投資信託の中にはインデックスファンドというものがあります。インデックスというのは日経平均株価やトピックスなどの株価指数のことで、運用成果がこれらの指数に連動するように設計された投資信託をインデックスファンドと言います。つまり、インデックスファンドはパッシブ運用の投資信託ということができます。例えば、日経平均株価がこのような値動きをすると、日経平均株価に連動するインデックスファンドの値動きは、イメージとしてはこのようになります。では続いては、ブルファンドについてです。ブルというのは株式投資の専門用語で強気という意味です。ブルは英語で牛という意味で、牛が角を突き上げる仕草から相場が上昇するイメージを重ねています。ですからブルファンドは相場が上昇した時に利益が出る投資信託だと思ってください。日経平均株価やトピックスなどに連動して、基準となる指数の2倍や3倍の値動きをします。例えば、日経平均株価の2倍の値動きをするブルファンドでは、日経平均株価が 1% 上昇すると、基準価格は 2% 上昇して、指数の値動き以上の利益を得ることができます。ただし、逆に日経平均株価が 1% 下落すると、ブルファンドの基準価格は 2% 下落して、指数の値動き以上の損失を被ってしまうことになります。で、次のベアファンドは、ブルファンドの反対のイメージです。で、ベアというのは、株式投資の専門用語で、弱気という意味です。ベアは英語でクマという意味で、クマが爪を振り下ろす仕草から相場が下落するイメージを重ねています。ですから、ベアファンドは
相場が下落した時に利益が出る投資信託だと思ってください。まあ、ブルファンドと同じように、基準となる指数に対して1倍や2倍や3倍など決まった割合で連動するんですけれども、まあ、例えば日経平均株価の1倍の値動きをするベアファンドでは、日経平均株価が 1% 下落すると基準価格は 1% 上昇するように、基準となる指数の逆の値動きをします。まあ、ですから、逆に日経平均株価が 1% 上昇すると、ベアファンドの基準価格は 1% 下落してしまいます。まあ、ブルファンドとベアファンドは、まとめてブルベアファンドと呼ばれたりもします。では、株式投資信託の種類の最後はファンドオブファンズです。ファンドオブファンズというのは、投資信託の投資信託という意味で、投資信託にしか投資することができない投資信託です。まあ、ですので、個別の株式に投資することはありません。ファンドオブファンズ自体にコストがかかりますし、投資先の投資信託でもコストがかかりますので、二重にコストがかかって、トータルコストが高くなる傾向があります。では最後は、上場投資信託の種類についてです。投資信託の中には、株式市場に上場しているものもあります。株式市場に上場しているわけですから、これらは株式と全く同じように取引をすることができます。まあ、つまり、差し値注文や成り行き注文をすることができたり、信用取引をしたりすることができるのですが、株式についてはまた詳しく学習しますので、注文方法や信用取引について理解しておいていなくても、今のところは問題ありません。とりあえずは株式と同じように取引をすることができて、課税関係もほぼ株式と同じと思っておいてください。で、さて、このような上場投資信託ですが、ETF と J リートに分けることができます。で、ETF は日経平均やトピックスなど株価指数のほか、まあ、金などの価格に連動するインデックスファンドです。そして J リートは不動産に投資する投資信託です。で、一般的に不動産は流動性が低い資産ですけれども、J リートは上場していて、株式市場ですぐに売却することができますので、流動性が高いというメリットがあります。まあ、それから、収益の 90% 超を分配するなど、一定要件を満たせば、実質的に法人税がかかりませんので、比較的分配金が多いのも特徴です。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。